はい、どうも、こんばんは。今日はですね、2017年10月1日になりました。23時9分です。よろしくお願いします。今日はね、格闘技の練習枠で、辰彦。ひらがなで、辰彦。バブー辰彦でやってんのかな？バブー辰彦の、合同練習。総合格闘技の合同練習に行ってきました。ちょっとね、寝坊しちゃったんだけど、すっかり忘れてて、寝起きでタクシー乗って飛び込んでいきました。今日一発目の枠です。よろしくお願いします。お風呂上がりですね。気持ちよかった。久々汗かいて楽しかったですね。今月もよろしくお願いします。やっぱダメだな。やってて思ったのが、もう体力が全然3分間動けない。もうパンチ力も落ちてるし、スピードも落ちてるし、ダメだったわ。辰彦にローキック思いっきり入っちゃって、そんな体重乗せてなかったんだけど、パチンっていいとこ入っちゃって、もも缶入って痛かったわ。今でも痛いっす。つらいよ。32のいい年したおっさんがボコられるんだぜ、若者に。辰彦もでももう30か。結構いい年か。痛かったっすね。はい、ワード2。涼しくなったね。いい感じだよね。涼しいよね。いい感じですね。おい、トキさんはどつ。よろしくお願いします。お疲れっす。今日も楽しんでいってください。秋だね。
今日も練習すげえ悶々とした部屋でやってたけど、気持ちよかったもんね。やっぱりね、外出た瞬間風が冷たくてすげえ気持ちよかった。辰彦やっぱ強いな。辰彦やっぱ強えわ。あ、そうそう、鮫島さんからサバゲーのチームにお誘いを受けまして、僕もサバゲー始めることになりました。皆さんよろしくお願いします。チーム名はジョーズですね。チーム名はジョーズで決定したんで、ジョーズの、副隊長みたいですね、僕は。鮫島さんと一緒に今後1ヶ月に1回ぐらいサバゲーをやってきます。もしね、サバゲー好きな人はぜひぜひ。ジョーズのメンバーも募集してるんで。のんちゃん骨折したのは、ミュウツーボッコボコに殴ったから。ミュウツーフルボッコです。ね、面白そうだよね、サバゲーね。サバイバルゲーム、前からやりたいやりたいっつってて。で、拳銃も俺も自分で買うの決まったから、P90 っていう、サブマシンガンかな？ P90 っていうアイテム買おうと思ってて。アサルトライフルの方がいいんじゃんってアドバイスしたけど、まあ自分が気に入ってるなら P90 ありだと思うよって言ってアドバイスもらったから、 P90 で行こうと思います。皆さんよろしく。楽しみだよね。サバイバルゲームやったことないんだよね。前から誘われてはいたんだけど、やる機会なくて、ちょっとやってみようかなと思って。そう、ジャパニーズアンチ和道スペシャリスト の略、ジョーズ で、俺が買うアイテムはもう決めてる。P90 っていうやつ買おうと思ってる。攻殻機動隊の草薙素子が使ってたっていう元になってるやつね。で、自分で塗装とかして改造しようかなと思ってる。P90。結構かっこいいよ。俺が買おうと思ってんのこれだね。P90。かっこよくない？これ。で、結構カスタムも、パーツも豊富にあるから、サイレンサーつけたりとか。なんか俺はこのデザイン気に入ったから、こういう風に赤く塗装しようかなと思ってんだよね。 P90 ちょっとアキラっぽくしようと思って。カスタムすると色々つけられる。こういう風に俺はこれやろうかなと思って。なんかスイス、スウェーデンだっけな、こういう風に改造ができるみたいな。かっこよくない？結構いいでしょ。いろいろいじれるっていうか。で、塗装も自分でパーツばらして塗装して真っ赤にして、これにしようと思ってるね。アキラっぽく。はい、MC いらっしゃい。サイレンサー付きの方がかっこいいよね。サバゲー始めようと思ってて、鮫島さんが今チームジョーズっていうのを作ってて、ここまでいじるとかっこいいな。サバゲー始めようと思ってる。お金かかるからね。ここまでいじると超かっこいいよね。もう原型とどめてないっていうか。ここまでいじりたいな。色は黒ベースがいいんだけどね。灰色のやつが連射可能になってすごいいいらしいね。サイレンサーだけだとダサいな、ちょっとな。サイレンサーだけだとちょっとダサい。かっこいいよね、P90。多分最初は素の状態で買うから、こういう状態で買うかもしれない。P90 を。この状態で買って、いろいろいじって、こういう風にいじろうかなと思って。かっこいいよね。いろいろカスタマイズしていこうと
なんか最近運動ばっかりやってるよ。運動。ね、MC もやるの？サバゲーとか。サバゲー詳しい？ P90 パーツいっぱいあるよね。大丈夫だよね。かっこよくカスタムしたいよね。あとハンドガンも欲しいかな。ハンドガン。もしね、一緒にやりたいっていう人いたら、ハンドガンもなんかちょっとお飾りで欲しくない？あ、お疲れっす、カズ軍曹。お疲れっす。ガタイ良かったね、カズ軍曹。強かったわ、普通に。M4 も欲しい。M4 かっこいい。M4。あー、かっこいいね。かっこいいね。これは何？サブマシンガン？マシンガンか。なんか多分集めたくなっちゃうんだろうね。おい、どうも。アイテムありがとう。MC もありがとね、アイテムね。ゆめかさんいらっしゃい。楽しんでってください。ありがとう。ありがとうございます。M4 って強いのかな？サバゲーに軍曹呼ばないでどういうこと？え、何？やる？やるんだったら、今、チームジョーズって言って、募集してるよ、メンバー。サバゲーやるの？やるんだったらメンバー入る？チームジョーズ。鮫島さんのチーム。サバイバルゲームの今チームを作ろうっていうことで。チームジョーズってかっこいいよね。ジャパニーズアンチ和道スペシャリスト。ジョーズ。サバゲーやるんだ。やろうよ、一緒に。俺、副隊長らしいよ。だから、メンバーの勧誘とか、もう、お前やっていいよって言われた。軍服はセットで持ってます。ただ、エアガンは2000円くらいの1個しか持ってない。あれじゃん、アサルトライフルみたいなの持ってないのダメなんじゃない？ツタタタタ、タタタタタタ。買う？ 3 万円くらいで売ってるよ。サバゲーっていうのは、軍服みたいなの着て、こうやってフィールドでこうやって BB 弾で撃って当たったらヒットですって言って退場するって言って、でチームが勝つかっていう、そのゲームがあるの。サバイバルゲーム。だからそれも配信で回したいねっつってて、リアルな運動だよね。運動、走り回って。ハンドガンならグロックか装甲コムがいいですよ。マジか、全然わかんねえわ。なハンドガンで戦えばいいじゃん。ハンドガンで ハンドガンでひたすらもうやるっていう あいつハンドガンでめちゃめちゃ強いぞみたいな。絶対負けるけどね。そうそう、 BB 弾のサバイバルゲームって言うんだよ。結構盛り上がりそうだよね。配信向きだと思うよ。企画としては。配信に向いてると思う。もしだからやりたい人いたら、リスナーさんでも全然 OK みたいだから、顔出しは絶対必要だけどね。痛いよ。やっぱり痛い。それはまあしょうがないよね。痛いっすよ。BB 弾といえど。今日見てた？辰彦の枠、みんな。
辰彦の枠どうだった？チーム上手。ガスブローバックの連射できるハンドガンがグロック。サバゲーまたやりたくなってくる。トキさん、東京じゃなかったっけ？一緒にやる？チーム上手入る。チーム上手。大歓迎だよ。もう機材がないかな。カスタムを買った方がいいのか、まっさらな状態でパーツ一個一個買っていった方が面白いのか、ちょっとわかんないんだよね。どう思う？まっさらで買っていった方が面白い？丸いってところが有名なんでしょ。すごいからガスブローバック連射できるハンドガンがグロック18。グロック18。すごい。何がすごいの？ハンドガンを連射できるって感じなの？ブローバックがよくわかんないかな。MC 結構好きそうだもんね、そういうの。詳しそうだよね。ハンドガンだと安いんだね。3500円とかで売ってる。まっさらな状態、自分好みカスタムした方が使いやすくはなる。そうだよね。じゃあ、まっさらのノーマル買おうか、とりあえず。ノーマルだったら多分2万円ぐらいで売ってると思うから。サブマシンガンの方がいいのかな。スナイパーちょっと憧れるんだけどな。ハンドガンが連射できるんだ、すごいね。ライフルとかも憧れるよね。サバゲー用に中身も改造するんだ。へえ。楽しみな。ちょっと10月の後半ぐらいからちょっと活動するんじゃないか。テレジャンピンもやるって言ってたから。オフ会とかそれでやってもいいんじゃない？サバゲーオフ会。ウージーってかっこいいな、これ。サブマシンガン。ウージーってめちゃめちゃかっこいいな。これもう売ってないんだ。うわー、欲しいな。ウージーかっこいい。こういうのがいいね。これだから実際にある兵器なんでしょ？実際にあるやつをハンドガンに改造してるんだよね。かっこいいな。いいな。やっぱり P90 だな、俺は。P90 かっこいい。自分で気に入ったの買った方がいいもんね。弾倉数少なくない？ 68 発って結構すぐ切れちゃうよね。サブマシンガンになるんだ、これは。予備の弾倉とか持ってないとダメなのかな。サバゲーやろうと思ってて。鮫島さんがチーム作ってんすよ、今。で、副隊長やんないかって言ってくれて。あ、ぜひぜひ、つって。僕もやりたかったんすよ、つって。ウジがわかんないな。オプションパーツとかをいろいろつけられるんだ。いいね。
ウジはイスラエル軍のことを言うんだ。P90 の選択はなかなかありなの？なしなの？ P90 で問題ない？悪くない？鮫島さんは別にいいんじゃんって言ってたよ。悪くないと思うよ、つって。ガッチャガチャにいじってるやつかっこいいよな。ありなんだ。P90 はありなんだ。なんだ、デザインがすごいよね。人体工学に基づいて作って、普通の民間人でも使えるように作ってるんだって。民兵武装化してもありなんだ。コンパクトだよね、すごい。近接戦闘用でしょ、これは。NATO のプロジェクトから、NATO のプロジェクトから生まれた新カテゴリーウェポン。90のハイサイクル。でもね、色が気に入らないんだよね、ハイサイクル。マガジンも、あ、そうなんだ。俺もハイサイクルの方が機能的に絶対いいなと思ったんだけど、なんだろう。ちょっとね、色がダサいから。中身が違うらしいよ、そのハイサイクル、CH っていうのは。PTW、今のところ俺は、初めて買うのは P90 で買おうと思ってる。あ、キングさん、バーガーありがとう。アイテムありがとうございます。頑張ります。P90 で行こうかなと思ってて。なんかかっこいい、とにかく。なんか近代的な武器って感じがして、かっこいい、すげえ。これをガチャガチャにいじりたいね。2キロぐらいあるんだ。H&M クルツってやつカスタムするとかっこいい。クルツ。検索してみようか。持ってるの？ MC は持ってんの？あー、コンパクトマシンガンみたいな。俺あんまデザイン好きじゃねえな。小さい。バイオハザードで使われてたんだ。やっぱもう P90 鉄板だな、俺の中で。めちゃめちゃかっこいい。これだって感じの。ちっこくてかわいい。全部売っちゃったんだ、もう。もうやってないんだ、じゃあ。なんか好きそうだもんね、そういうの。またやりたい。やろうよ。なんかでも打ちづらそうだよね。なんかデザインがよくわかんねえな、これ。すげえ打ちづらそう。親指引っ掛けてこう打つのか。こういう大人の遊びは楽しいよね。大人の遊びは。スナイパーライフルとかも憧れるけどな。すげえかっこいい。
内戦がいい。そうだって言われた。遠くから撃つよりも、なんかこう、ゲリラ戦みたいなのが得意な武器なんだって。かっこいいよね。俺も、野外戦よりも室内戦の方が好きだから、室内戦やりたいんだよね。あとなんか手榴弾もあるらしいよね。そのサバゲー用の。手榴弾があるって。手榴弾も欲しいね。近所にサバゲー用品売ってる店ある。電話番号お伝えしようか。あ、大丈夫大丈夫。まず、トキさんの近所がどこにあるかわかんないから。大丈夫だよ。あ、充電切れちゃった。のんちゃんこれ充電しといて。57。拳銃は57。57。なんかかっこいいハンドガンも欲しいね。57。ハンドガンでかっこいいの。うおー、かっこいいな、これ。あ、かっこいいね。ハンドガンもちょっと考えようか。ハンドガンっているの？でも、実際。自決用じゃないの？ちょっとハンドガンも検索してみようか。めっちゃ使うんだ。あ、弾が切れてる時とか威嚇射撃とかするのかな。ちょっと待って、ハンドガンも検索してみるわ。ちょ、勉強しよう。うん、めっちゃ使うんだ。ガスブローバックっていうのがいいの。高えな。ハンドガン使うんだ。なんかね、すごいコンパクトなハンドガン好きなんだよね、俺。すげえ小さいやつが好き。グロック926はダメ？グロックはダメ？細いやつがいいんだよね。小さいハンドガンが好き。ガスガン。ガスブローバック。小さいのかわいいな。 USB コンパクトとか MP9 かわいいね。いや全然わかんねえな。好きなデザインで買っても全然大丈夫でしょ。グロックが一番可愛いかな。グロックが可愛い。グロック 18C の動画見てほしい。グロック 18C？ グロック 18C。 これが何なの？何がどうなの？おお、すげえすげえすげえ。すげえすげえすげえ。カシャ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 って勝手に動くんだ。すごいね。すごいね、これ。いや、連射するんだ、これ。勝手に。え、これにしようかな。すごいね、これ。すごいね。これすごいじゃん。グロック 18C。え、これセミオートがついてるのってそのグロック 18C だけなの？え、これすごいじゃん。いいね。オートマがついてんだ。え、これいいじゃん、グロック 18C。 やばいね。しかも俺が欲しいグロックと型似てるじゃん。小さいじゃん。え、グロック 18C 良くない？あ、猫さんいらっしゃい。あ、猫さんも好きなの？
今ね、鮫島さんがチーム作ってて、一緒にやろうって言ってくれて、銃を選ばないといけないんだよね。グロック 18C 欲しいな。いくらぐらいで売ってんだろう。どこにあんだ。グロック18。切り替えできるね。グロック 18C、いいね。これにしようかな。グロック 18C って売ってんのかな？なんかカタログにないんだけど。中古じゃないと手に入んないのかな？グロック 18C。グロック17ジェネレーション。グロック 18C、なんか丸いにカタログ載ってないけど。ないな。丸いが扱ってないだけなのかな。グロック 18C 欲しいね。売ってる？丸いに載ってないのや。ガスブローバッグ。ガスブローバッグフルオートか。こっちか。あったあった。16,800円か。ハイキャパエクストリームっていうのもあるんだ。弾倉数がどうかだよね。ちょっとダセえな、ハイキャパ。グロックはどこのメーカーなんだろう。すげえな、これ。すごいね、これ。弾倉数が、25プラス1だから、速攻なくなるね。これいいね。これいいね。これかっこいいわ。これはかっこいいわ。最後のあがきでカシャ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 。最後のあがきで連射ってかっこいいよね。いいっすね。売ってた売ってた。セミオートのところにあったわ。でもハンドガンよりも先にまず P だね。P90 買ってからだね。P90。ハイサイクルカスタムの方がいいのかな？色がダサいんだよね。緑色なんだよね。どうしたらいいんだろう。こっちの方が弾が多いのか。300、弾倉数300発じゃん。全然違うじゃん。全然違うじゃん。60何発が300発だって。ハイカスタムの方が良くない？全然いいじゃん。電動ガンハイサイクルカスタム。300発ってすげえな。これを塗装するか、じゃあ。サバゲー始めようと思ってて。50連マガジンつけるとかっこいいし、やばい。PS90HC ってやつか。ハンドガンはあった方がいい。ハイヤパですね。グロップ26の小さいやつ。これからの時期厳しいと思う、グロップ18は。ハンドガンはない。近接戦闘になって、もう弾がなくなってる時にこうやって撃てばいいの。隠密っていつ、いくつなの今。結構年いってんの？ 10 年前って。一回もやったことないから。なんか新しいものと運動はやっぱ楽しいからさ。腹減ったな。バッテリー死んでるかな。チームジョーズのステッカーとかも欲しいし。
腹減ったな。お疲れっす。ルイスさんいつもありがとう。いらっしゃい。楽しんでて。アサルトライフル持ってればよほどのことがこだわらなければハンドガン使うことはないだろうけど。ああ、まあまあ、そう、やっぱアサルトライフルが最強だよね。おやすみ、トキさん。アイテムありがとう。おやすみなさい。やっぱりそうなのか。腹減ったな。なんか食うか。シーチキン丼作ろうかな。ツナご飯で食べようかな。ご飯作ってくるわ。こんばんは。褒めよ。
欲しいのは P90。 欲しいのは P90 ですね。 P90 です。ゲルマンさんお疲れ様です。お疲れっす。達彦強かったわ。蹴り思いっきり桃缶入られた。今ねご飯に海苔と鰹節をかけてる。海苔と鰹節でここにツナと醤油とラー油ね、ラー油をぶち込みます。本当は七味があるといいんだけど、ここにマヨネーズぶっ込むと。はい、マヨネーズでこれを混ぜますと。デブ丼です。デブ丼、あ、七味が欲しいな。いや、かなり効いたっつうか、俺がガードできてなかった。いいとこ入っちゃったんですよ、パーンって。だから練習不足ですね、単純に。あともう体力が持たない。これをかけるとツナマヨ丼だね。貧乏飯ですよ、貧乏飯。いただきます。いただきます。低所得者が食う飯だよね。うまっ、うまっ。あ、これはうまい。ここにやっぱ唐辛子が欲しいね。これはうまい。いや、タバコはあんまりわかんないですけど、タバコずっと吸ってるんで、もう若い頃から。ただ下手なだけでしょ。1号ぐらいかな。ご飯は1号ぐらい。ちょっとしょっぱいな。いや、もうだって今月厳しいもん、本当に金がね。家賃の更新に16万ぐらいかかったから。まあ、ありがとうございます。とんでもない、こちらこそ。いい蹴りいただきました。ありがとうね。
彦減量20キロぐらいするの大丈夫なの？2ヶ月で間に合うの？アスペだけど、サイコパス診断したらサイコパスも的、あの、当てはまってた。うまっ。学生みたいだな、ほんと。うますぎる。貧乏飯。ねえ、食べないしかないもんね。ヘロヘロになるんだよ。ありがとう、花火ありがとう。サイコパス？サイコパスが何なのかって？ちょっと待って。サイコパスを、なんかリスナーからお前サイコパスだよ、サイコパスだよってやたら言われてたの。で、俺はそんなサイコパスじゃねえよって言ってたんだけど、じゃあ検証しようぜってやったの。サイコパスの特徴15個って。で、よく見といてね。ここね。弁が立ち魅力的に映る。ほう。自信満々で利己的である。ほう。過度なスリルを求める。ほうほうほう。嘘をつくことに良心の呵責がない。ほう。平然と言葉巧みに人を利用する。ほう。良心の異常なまでの欠如。うんうん。人の痛みを理解できず冷淡。ああ。自己抑制ができず衝動的。おおおお。無責任で己の非を認めない。おおおおおお。他人に規制的。おお。性に奔放すぎる。おお。人生計画がなく刹那的。おお。知能指数が高くカリスマ的。おお。一つのことに没頭する。おお。幼少期に異常行動が目立つ。はい、パーフェクトです。パーフェクト。悲しいよな。和道の説明だったっていう、サイコパスの説明じゃなくて和道のただの説明だった。ツナ丼、うん、あ、解明したわ。もう、いや、わかんない。俺が言い出したんじゃなくて、リスナーがずっと言ってたから。確かめただけ。ミスターサイコパスだったって。うん。こんばんは。
うまい。うまい。ごちそうさまでーす。ペッパー飲むか。ドクターペッパー買ってこい。あれ財布は？あれ。はい、ただいま。サイコパスの割合は1000人に1人という割合。恵比寿吉和とかがサイコパスらしいよ。品川庄司の品川とか。
AK69 か分かんないわ。なんだろう AK69 って。東京の不動産屋って完全に売り手産業だからえげつないよね。更新料なんて札幌で聞いたことない。違法だよね更新料とか。いや敷金礼金とかもよくわかんないしね。なんかおかしいよね。そもそも家賃払うっていうことが俺は違法だと思ってるから。家賃払うっつうかその家で利益を得るっていうのが俺は違法だと思ってる。この国では違法なんですよ。だから罰則規定がないだけなの。だって家賃が高かったらメリットある。日本社会が良くならないじゃん。日本社会が良くなる要素ある？家賃が高くて。ないでしょ。金持ちが金持ちになり続けるだけの仕組みだから。だから格差社会を生み出すもんだと思ってるけど。あ、全然違うんだ。どう違うの？だってもともと、あれでしょ？敷金、礼金とかってさ、闇市だった頃の文化だっていうよね。優先して家賃を取るための、なんか、もともと非合法な文化なんだよね、これ。てかそんなもん家賃に乗せとけよって話だよな。敷金礼金は絶対おかしい。不動産登記も絶対おかしい。更新料が違法かどうか東京と大阪店は違う。大阪違法判決が出た。でも大阪で違法判決出て東京で違法判決出ないっておかしいよな。配信ぐらい自由にやらせてくれよ。離席することもあるでしょ。人間なんだから。
自由にやろうぜ、自由に、堅苦しくやんないで。ドクターペッパー美味しくない？俺好きなんだよね。 A&W とかも好きなんだよ。 A&W じゃない、ルートビアか。杏仁豆腐みたいな味がするんだよね。で俺炭酸いらないんだけど、砂糖水でいいんだけど、砂糖水で。なんで炭酸入れるんだろう。炭酸が美味しいと思わない。なんかもともとあれだよね、炭酸飲料水ってこういうやつってさ、あの薬局で売ってたんだよね。だからそのドクターペッパーって、これ確かあのコカ・コーラより歴史が古いんだよな、ドクターペッパー。多分今ね、既存に売ってるあの炭酸飲料水の中で一番歴史古いの確かドクターペッパーだよ。薬局で売ってたのが始まりだから。炭酸のど越しか、うん。だから炭酸わざと抜いて飲んだりするもんな俺。わざと振って炭酸抜いて、それが好きだね。そうそう、コーラが薬だった時代ね。コーラよりも歴史が古い。スパーリング見た？みんな今日のスパーリングどうだった？振り返ってみようか。達彦の見てみよう。スパーリングどうだったんだろう。体全然なまってた、ダメだったわ。動けてなかったもんね。よし、見てみっか。全身をする。はい。パワーあるよな、カズ君。いいっすね。また枠で言うと、変な技出すから。ダボー軍曹になるな。いいっすね。はい。はい。ピングライト気味なんだ。はい。はい。ワン、ツー、フック。はい。はい。軽くでいいね。形だけですか？はい。ワン、ツー。はい。いいっす。はい。はい。はい。いいっすね。はい。いいっすね。はい。いいっすね。次行けます？パワーある。はい。いいっすね。はい。あ、マジっすか？はい。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 これはね、カズ軍曹と達彦だね。はい、ジャブ、ジャブ、近づいて。大丈夫、大丈夫。じゃあ、工藤さん、ちょっと、すいません。ジャブ、すぐに。こうやってやる。右手が、怖い。バリビーマンですね。バリビーマン。はい、残す。はい、オッケー、オッケー。
パワーあるよね、カズ軍曹は。4発連打、4発連打、1、2、5で、はい、連打で、もっと早く、はい、もっと早く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 、あ、いやいやいや、ドルさんの方が強いわ。はい、こっから。カズ軍曹若いしね。はい、もっと残り20秒。20秒。はい。はい。もっともっと。もっと待って。これ。これ出して。はい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 。素人でしょ。近い。離れて。はい。はい。体ができてるの。体ができてるから動けるんでしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと軍曹リタイアです。緊急リタイア。息上がるよね、やっぱ。酒ですか。軍曹喋ってたの喋れへんなったから。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい。お願いします。ワイヤーです。はい、お願いします。いや、体は鍛えてるんだって。いいね。いい、すごい、いい。さっきの意識して。力抜いて。ガード、肩の力抜いてるから、力抜いて。肩の力抜いて。ガード上げて。肩の力抜いてる。ジャンプ。はい、どうも。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 すげー。はい。はい。はい、ワンツー。はい。サウスポーやりづらかったな。プロが来ちゃってプロが来ちゃってガチ勢来たガチ勢がフェイスフェイスフェイス気持ちだいぶ遠かったんじゃないですか遠かったフェイスよフェイスジャブフェイスフェイスワンツー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 フェイスそう、ガードがすごい下がってるから、うん、あそうだから意識して意識して意識してそうそう意識して誰もがみんな強くなるのが3球で無理やからとりあえず最初はフォームにしてみんな一緒やから、ね、そう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 ジャブが下がってるから、うん、残す残り1分フェイスだから打った瞬間にこうなってね、うん、あこっちストレートいやジャブだジャブだからもうそれだけでストレートの時にカウンターパーンって回るからジャブの時こうなってるからジャブ持ったら戻すだからもう普通に気をつけするでしょこういう感じでああはいそうレバーにするそう残り30よしよし4発ラッシュはいラッシュラッシュもっと早くもっと早くはい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 残り10秒はい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 なんだこれ、キャンパスサイズがおかしいな。
なんだろう。見えてる？みんな。トツさんは勝つ。お疲れっす。花火ありがとう。見えてる？見えてたら再開するけど。見えてる？見えてる？オッケー。じゃあ行きます。なんか勝手に落ちちゃったな。打った瞬間にこうなって。アイテムありがとうね。ストレート。いや、ジャブだ。ジャブ。だから、もうその中で。ありがとう、トツさん。いつもありがとうね。ジャブの次、こうなって。ありがとう。持ったら戻す。だから、もう普通に気をつけするでしょ。こういう感じで。はい、そう、A マンズ、そう、そう、残り30、よし、4発、ラッシュ、はい、ラッシュ、ラッシュ、もっと早く、もっと早く、ありがとう、トツさん、いつもありがとう、本当に、アイテムありがとう、はい、今日練習行ってきた動画だよ、これ、はい、はい、はい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 じゃあ、これ、中に、サドルグリーンじゃない。はい。ウェブやってる。はい。ワン、ツー。はい。ツー。はい。ワン、ツー、ツー。はい。3発目が遅いな。はい。ありがとうございます。でも、威力が落ちてる。はい。バーガーありがとうっす。あ、ミュウツーもトレーニングしてる。お前が指導しろ。俺はダメ。俺、ガチ格闘家の方来てくれたんで、もう一人別に今画面外に。その人も、その人の演出が多分入ると思います、その後。まあいいよ、こっちここ来る途中に改札に引っかかっちゃった眉毛だけ。真面目にやんないとね、やってる人だからね、達彦は。何事も全力でやんないと。体力落ちてるね。パンチ重くないよ。配信も全力だね。ありがとう、アイテム。俺やでさんいらっしゃい。はい、いいですよ。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございました。って言ってもなんか我流で教わっただけだったね。うん、我流でやってただけだから。はい。バーガーありがとうっす。はい。ミュウツーもトレーニングしてる？ステコロの時に教えてもらっただけだよ。
通ってないよ、ジムには。シャドーボクシングだけで。お前が指導しろ、俺はダメ。あのガチ格闘家の方来てくれたんで。ベトナムの傭兵みたいなね。ベトナムの傭兵。本当の演出が多分入ると思う、その後。きついっすね、3分間。まあいいよ、こっちここ来る途中に改札に引っかかっちゃった眉毛だけ。だから距離感がつかめてないね、近すぎる。距離が近いね。あと1分。いや、練習久々にやったからですね。距離感間違えちゃう。近すぎる。もっと遠くから行ける。ねえ、かっこいいよね。いや、辰彦うまいもん、ミット持ち。反動要素なんかないでしょ。5、4、3、2、1、ありがとうございました。で、スパー、マススパーやったのか。これか。これはあれか。ミット打つか。よしよし、はい、よしよし、はい、よし、はい、よし、パンチパンチパンチ、パンチパンチ、パンチパンチ、距離が近くてパンチなんか打てねえよ、こんなん。こんなんパンチ打てねえよ。詰めてくるんだから。はい、やめてみて。ラッシュラッシュ。パンチ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 。待ってるよ。パンチじゃない、パンチじゃない。めちゃめちゃ近づいてくるから。グリーンチかよ。ラストパンチパンチ、手なんか出せねえよ。手が出せ。10、パンチ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 やねえよ。パンチパンチパンチ、2、1、疲れたなこれ。対象じゃないから。で、パンチ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 、いや、受けるよ。グラップ。いや、わかんない。でも、こんなもんか。はい、これか、これか。はい、だからさっきみたいに、シャドウしたみたいにバックステップして、バックステップ、バックステップ。だから、バイオのディフェンス、さっきさステップしたら、どんだけディフェンスできるかってわかるから、はい、ステップ意識して。どうしたかって当たらねえからな。よいしょ。顔つけてないんで、お互い当てないように、まあ当ててもまあ、触る程度じゃないな、決して。じゃあ、いけますか。はい、どうぞ。いきまーす。はい。できない。はい。顔下がる。防御、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 テイク、テイク。はい。ハウスポーやりづらいから、スイッチしたんだよね。はい。ステップ、ステップ、はい。ステップ移動して。向きに打ち合わない。うん、足を使う。はい。足を使う。はい、足出しろ。そうそう。足出しろ。はい。インロー気にする。インロー気にする。はい。防御
顔だけグローブ下げ、グローブ下がってる方がいいです、はい、これはマススパーって言って実践だね。はいはい、けてこ、実践の当てない感じ。はい、けてこ、けてこ、はいはい、顔気をつけて、はい、入れすぎないんで、つけてないから、つけてないからね、うん、足から、足から足ね、はい、足から足ね、足から足ね、足出しても足つる何で足がサウスポーは蹴りづらい。はいはい、よかった。振って振ってワイヤーで顔振らなバーチなんで、もたもらうよ、その足使わな、蹴る距離によると開けられんねん。はい、で距離詰め、距離詰めよ、で手が下がって、手下がってる、顎はい、で顎はい、はい、何のためのシャドウしたか、うん、はい、ワンツーワンツー、はいはい、下がってる。サウスポーやりづらいっすね。蹴ってこ、蹴ってこ、蹴ってないなら足出す、足ジャブ出さな、手を前に出したら手出るから、疲れのパワーが好き出す、ブレイク、ああサウスポーやりづらいですね。なんかその蹴り方が、その覚えてる技が普通の人用だから、あの軸足が違うから蹴れないんですよね。あと飛んでくるパンチの種類が真逆になるっていうか、やりづらいっすね。テーマを持って、テーマを持って、相手は経験者じゃないでしょ。打たれたくなかったら出す、そう、打たれたくなかったら出す、顔顔顔顔顔顔開いてる、顔開いてる、顔開いてる、打たれたくなかったら先のワンツー打たれてるから。30秒、そういいよ、崩して崩して崩して、いいよ、散らして散らして、あどうぞ、ボギーも狙う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 、そうそう、ボギーストレート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 、そうそう、チラシチラシ、そう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 、いいよいいよ、良くなって良くなってる、そうそう、チラシチラシ、いいよ、そうそう、助かった助かって、はい、感覚があった、ありがとうございました。で、タツヒコにボコられると、いや、ちょっといや、痛いよ痛いっすよ、それ痛いし、これは痛い、これガードしてない俺が悪いな、これは痛いな、今のは痛かった、うん、はい、手ついらっしゃい、音がいいよ、これはガードしたからなんとかなったけど、
ボディに意識取られてるから蹴りがね、蹴りが入ってたんだ。みんな倒れてるよ。まあこんな。まあまあこんな感じだったのか。そりゃ倒れるわ。はい、ただいま。あれはガードしないとダメだね。痛いね。いてててててて、だよね。いてててててて、て、あかん。あれはあかん。はい、タイマー。蹴ってる方はそうでもないんだけど、なんつうの、ピンポイントで入ると痛い。スタミナ切れですね。スタミナとパワー落ちてますね、やっぱり。体感で言うと手応え全然半分ぐらいしかないっていうか。パワーがとにかくダメになってます。多分スタミナ切れてるからだと思うし、蹴り方と距離感も間違えてんだろうね。痛かったよ。今でもちょっと痛い。そう、ここの、なんつうんだ、太ももの付け根あるじゃん。付け根っつうか、太ももの、ここ？この辺を蹴るのよ。この辺。ぐーって押しておらん。痛いところってあるはずなの。ここ？ここ。この辺？太ももの、この辺とかこの辺？ここを思いっきり蹴り上げてごらん。なんかこう、すげえ痛い。足上がんなくなる。一発二発でもうダメになるよ。痛いでしょ。だからある程度スピード乗ってたら力抜いてても、だから本気で蹴り上げたらもう動けなくなっちゃうけど、あれでもパチンって入ると痛いってなるの。痺れるっていうか、あ、ツボだよね、ツボ。だからボディに気散らして下攻めるってセオリーでしょ。いや、技にはならないかな。パンチ軽く当てるぐらいだったら。あのね、顔が腫れやすい人っているの。光くんがそうだったんだけど、顔が腫れやすい人はそのなんかその腫れてくるんだよね。で、見づらくなってくるっていうか、あざっぽく大げさに見えるっていうか、あれは体質の問題。腫れやすい人、腫れにくい人って。ヒカル君は晴れやすかったね。ヒカル君は晴れやすかった。ちょっとかわいそうだったよね。俺はそんな顔晴れるタイプじゃないと思うけど、人による体質だって。これは晴れやすい人、晴れにづらい人は完全な体質なんだって。まあ寝起きだったしな、ちゃんと起きてウォームアップしないとダメだな。寝起きですね。完全に遅刻しちゃって。で、もうそのまま携帯電話と財布とジャージに着替えて、そのままバーってタクシーに乗って。で、速攻行った。ね、起きて30分ぐらいで、じゃない。寝起き。頭回んなかったよね。俺が忘れちゃうね。ワンツードレさんのお墨付きなんだから磨けば相当のアドバンテージ。なんかね、引き当てさんもあのすげえ褒めてくれて DM くれて、引き当てさんってわかるかな、あのリスナーさんですごいムキムキの人がいるんだけど、多分あのあん中でちゃんとやったらあのパンチ力あるのワドだよって言ってもらえて、俺全然パンチ力ないと思うんだけど、てかワンツーしかやらなかった。今日はアッパーいっぱい使ったけど、
達彦が結構 この辺が開くからアッパー 2,3 発入れた。すごい人、そう、引き圧なんていう。パンチ力いいらしいね。骨格とかそのなんかがあるんじゃないの、骨とか。でも結局練習やってる人の方が強いよ。結局練習だよ。地下格闘技見に行くと分かるんだけど、もうヤクザみたいな、もうムッキムキのタトゥーバリバリ、まあヤクザだよね。ヤクザとかチンピラがすごい出るんだけど、見たんだけど、ひょろひょろのなんかスポーツマンみたいな、普通のなんかスポーツマンみたいな男の子が出るのよ。ちょっと芋っぽいって言ったら変だけど、芋っぽい子がゴリゴリのヤクザボコボコにしてるもん。だからね、筋肉の量とか体格、もちろん影響あるんだけど、それよりもね、技術だよ。ハートと技術、本当に見ててびっくりするよ。こんな強い、もう絶対街の喧嘩だったら、絶対喧嘩売られたら走って逃げるような、もう怖えっていう人いるじゃん。だから見た目じゃないんだよね。ガードがしっかりしてるかとか、そう、引きがちゃんと早いかとか、パンチの後の。だからすごいよ、なんか地下格闘技見ると。一回見に行くと勉強になるよ。あ、技術なんだって。体格の良さとかじゃないんだっていう。あれはビビるよな。見た目はまあ怖いけどね。見た目は怖いけど、あれほら威嚇するためのものじゃん、相手を。もちろんね、筋肉の量が多い方がパンチのね、あれも強くなるし、あれだけど。だからなんかすごいスポーツなんだなっていうのがよく分かった。いくら体が良くてもやり方分かんなかったらね、やっぱ分かんない。なんかコンビネーションとかもさ、K1 とか見てるとさ、コンビネーション重要なの分かるじゃん。だけど、その、頭で分かってることと体で分かってること全然違くて、その、カメラ目線でさ、こう、パンパンって打たれたらさ、こうガードするじゃん、やっぱり。パンパンって打ってガードしてるところにバンって、その、足に持ってくとかさ、基礎中の基礎なんだけど、やっぱ、分かんないんだよね、その、タンタンってきて足上げる癖とかつけておかないと間に合わない。そのパンパンってもらって足が来るとか、もう体感的に分かってないと。セオリーで あるんだよ。だからもっと上手い人だとそれを時間差でやったりとかさ、わざと足からやったりとかするんだけど、だから振り回されちゃうんだよね。だから何が来るかもうわけわかんなくなって、脳がもうバグっちゃうっていうか。そうそう、リズム感とか、そのドレさんがよくやるんだけど、タンタンタンって蹴るわけじゃん。パンパンパンって、タンタンパンとか蹴るわけじゃん。それをタンタンタンとか、そのガードが下がるタイミングで打ってくるから、ドレさんがよくうダンって蹴るの。だからそういう、なんかドレさんは時間差得意だって言ってたけど、あれやられると本当やだね。ずっと足上げてるっていうトレーニングやってないじゃん。時間差で蹴り上げてくる。あ、ジョニーさんありがとう。バーガー引き圧さんのコンビネーションがすごい、なんか特殊なコンビネーション一発あったな。タンタンでミドルだったかな、左の。あれすごい綺麗だった。
格闘技はやっぱ難しいですよね。技術差がもろ出るから。いや、上手い人のは本当に勉強になりますよ。上手い人のは本当に勉強になる。面白いし見てて。やっぱ強いっていいよね。あ、そうだ、ゆいがさんの企画決まりましたね。ゆいがさんの企画決定で、日時だけ、日時と開催場所か、どこの枠でやるのか、もう10月告知していいって言われてるんで、10月10日なんで、10月15日、10月15日の日曜日、TJ さんの枠でやるそうです。よろしくお願いします。もしよかったら見に来てください。何時から？夕方6時からかな。夕方6時から。まあ、ツイッターでも告知入れるんでね、ツイッターフォローしといてください。お疲れ様です。カズさん、今から見る？何を？やっぱでも蹴りあるよりもパンチの方が面白いな。別に蹴れてたでしょ普通に。うん、楽しみにしてて。別にね、なんかキックルール、俺が不利とかじゃないの分かったでしょ。フォローありがとう。一回猫かぶったら稼げないかな。いや、猫かぶったら稼げるけど、俺はそれが嫌なんだよ。なんかリスナーに対して媚びを売ったら稼げますよ。でも俺は間違ってると思ってるの。それリスナーを小バカにしてる行為だから、なんか実力で稼いだことには入らないと思って、そういうのって息が短いと思ってるんですよ、うん、ねえ、何々さん何々さんってすり寄ってさ、そのいつもありがとうありがとうっつって、花火ちょうだいよって、それって花火が目的じゃん。リスナーさんとの関係、面白いことやる姿勢じゃないと思ってるから。俺は別にね、普段やってる放送の対価で面白かったらちょうだいっつってる、うん、その方がそのお互いの距離感間違えないっつうかさ、リスナーさんといい距離感作れると思うんだよね。猫なで声でさ、わざとらしくやりたくねえかな。面白いことやってたら人も集まるし花火も上がると思ってるから、なんか稼ぐのが目的になりたくないんだよね。楽しいことやってるっていうことにその誇り持ちたいから。まあまあ随分ね、そんな性格だけど、そんだと自分で思うよ。媚び売りゃいいのに。でもできないんだ。
まあいいじゃん。稼ぐやつは稼ぐ、稼がないやつは稼がない、シンプルな世界だから。仮想主がアイテム投げなければ見るなって人いる？おお。まあまあその人の考え方だからそれでいいんじゃないかな。なんかそのなんだろう、リスナーのラジコンになるっていうのは俺は間違ってて、間違ってると思ってて、普通に見るのがいいと思うよ。うん。まあだから可愛がられ商売だから、可愛がられるの下手だからさ、ちょっと損だよね。好感度も高い配信者じゃないから。 ありがとうトッツさん。なんか分かる人に分かればいいと思ってんの俺は。分からない人に何言っても分かんないから、分からない人とはお付き合いしないって決めてる。分かってくれる人だけ分かればいいや。俺はリスナーさんのことすごい大事に考えてるよ。自分で言うのもなんだけど。すごく大事だよ。はい、どうも。別に俺はテーツがゴミだとは思わないけど。ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。まあでもシンプルで、あのブロック入れればいいだけだから。この人には見てもらいたくないっていう人は選べるからさ、別にそんなに苦じゃないよね。唯一配信者に与えられた権利じゃん。この人には俺の放送を見てもらいたくないっていう、それだけはできるからね。そう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 。なんかさ、たまにそのなんつうんだろう、配信者ならこうあるべきみたいなことを言う人が苦手なだけなのよ。別にね、配信も人間がやってるもんだから自由にやっていいと思ってるからさ。そうそう、こうあるべきっていうのは、そう、その人とその人の配信見ればいいんじゃないですかって。いい関係を築けないのに付き合いする必要ないじゃん。それはもったいなく感じるんだよね。
そう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 。自由をもっと謳歌しようぜって。初見さんありがとう。いやいや、もうおっさんだから肌スベスベじゃないよ全然。遠くで引きで見てるからそう見えるだけで荒いよ。初見さんありがとうね。アイテム メンズだと思いますよ。クレームは来てないですね。普通に、うん、M とか L とか頼めば普通に届きますね。俺も買わないとな。新デザイン作んないと。そう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 。普通に着れると思うよ。あの自分のサイズに、じゃ、日本の普通のサイズ買えば。あ、いいね。 L いいかもね。ちょっとお手洗い行ってくるわ。
はい、ただいま。戻りました。新しいサムネ作ろうと思ってて全然作ってないな。作ろうかな、新しいサムネ。ちょっと改名したんでサムネでも作ろうかな。そうだね、割れ道で和道でやっていく。今後は我が道で和道で。でそれに伴って新しくいろいろサムネとかを再設定しようと思ってて、俺新宿署から歩いてすぐだよ。なんで？家近いの。新宿署から歩いてすぐ。5分ぐらいじゃないの？うん。今和道の名前でやってるね、新しく。新宿サメイル。え、サメ島さんいんの？え、サメイル？嘘。え、サメ島さんがいるの？え、どこに乗ってる？え、どういうこと、どういうこと？何サメイルって。え、詳しく教えて。サメ島さんがいるの？え、だったら合流したいんだけど。違います？新宿ザメイル？何の話？全然よくわかんねえわ。サメ島警部？何サメ島警部って。あの小説？小説の話？何の話？全然わかんねえ。ああ、小説ね。留置所にいた頃奈良で読んだから、かろうじてわかったわ。あの、麻薬取り締まりのやつね。新宿ザメっていう小説がある。いや、普通、サメっていう用語はサメ島さんだよね。配信会で言ったら。
ああ珍しいね。鮫島さんは全然こじっていいと思うよ。それくらいやってるわけだから配信を。うん、俺もアイテムたくさん欲しいもん。鮫島さんは俺より稼いでて当然ぐらいでしょ。鮫島さんどれくらい稼いでんだろう。鮫島さん優しすぎるんだよ、リスナーさんに対して。正当な対価は受け取っていいと思うよ。今月限定ねえ、たまになんかそういう気分だったのかな。ねえ珍しいよね、鮫島さんからアイテムねだるって。すげえ珍しいと思う。あんまり聞いたことないもん。パソコンが全然起動してな。これ大丈夫か、この Mac。 もうダメなのかな。全然起動しない。立ち上がりが早いとされてる Mac でもこんだけダメだもんね。一回切るか。一回放送と枠取り直します。お疲れ様です。一回枠取り直しますね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。